とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。今シーズンのタワーの簡単な攻略法を教えてもらいました。今シーズンは、ウィンドボーがかなり強いらしいってことなんだよね。ウィンドボーと、アーティファクトに虚無と森の矢筒。で、防具はビーハイブのアクロバットがいいらしい。まあ、とりあえず全部揃えてみましょう。何回ぐらいで揃うかな。ウィンドウありました。4回の報酬だね。近い近い。4回の報酬でウィンドウで、1回の報酬で羽もありました。あとは、虚無の矢筒と森の矢筒。あ、森の矢筒あったな。で、B ハイブ、OK、探そう。そして B ネストアーマー発見。これを B ハイブにユニークで変えるっていうことね。これが9回の報酬でした。ボスがちょっときつそうね。うん、あー、なるほど。そうだわな。わかった。わかった。これさ、羽を取らずに、パワーシェイカー取ってよかったんだ。あ、そうか、そうか、そうか。アクロバット、そうだわ。羽があったらいらないわ。13回の報酬で虚無の矢筒発見。この次かな ?15 回ぐらいで森の矢筒だった気がする。あー、16回の報酬でも羽があった。あー、じゃあ1回で羽を取らずに、1回はパワーシェイカーの方がいいわ。うん。じゃないと、11回の、イリュージョナーか。あれが、結構きつかったんで。うん。羽はここで取っていいわ。これ、伸びがだいぶきつくないか?なんか伸びが相当きつそうな気がするよ。よし。いや、待て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 。オッケーオッケー。ああ、もう。バーストボーストリングしてるからこうなるんだよな。あ、でもいける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 にはいける。うん、蜂が出るんでなんとかなるわ。よし、 OK。 とりあえずノビさえ倒してしまえば OK。 倒した。あ、意外と余裕だったね。いや、でもエンダーマンがきついな。エンダーマンきついな、これ。あぶねえ。伸びよりもエンダーマンの方がきつかった。そして、ボスの後の報酬で、ようやく森の矢筒ですね。はい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 。20回で完成するのか。それではちょっと使ってみましょうか。どんな感じになる?まあ、虚無の矢筒で、虚無らせて、で、森の矢筒で撃つ感じ。ああ、いいんじゃない?うん、ああ、これ激怒をつけてるのよね。もう一枠に。激怒がついてると、あ、意外といい感じだね。うん、あ、全然羽ピョンみたいにできてる。できてる、できてる。うん、うん。なるほど。序盤、中盤ね、若干きついところがあるけど、でもそこ抜けてしまえばね、なかなか楽しい戦い方ができるようになりますね。25回報酬のドラが欲しい。もう虚無の矢筒は、捨てようか。武器に虚無がついてるんで、いいでしょう。ドラの方が重要だよ。27回行きましょう。ここも普通に行くとちょっときついぞ。あ、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 あ。いや、いや、うんうん、全然いける、全然いける。若干防御力がもう足りなくなってきてるけども、なんとでもなるね。うん。OK、OK。やっぱ激怒がね、結構発動してくれて、いい感じだし、うん、森の矢筒も、バンバン撃てるんで、おー、いいんじゃないですか?うん。やっぱ終盤以降はかなり強い。ボスまで来ました。27回の報酬で、
狩人度のアーマーに変えました。こっちの方が遠距離ダメージが増えるんでね、いいかなと思ってこっちにしてます。でプラスで、壊れたソーブレード、これを職人であげました。やっぱボスにはぴょんぴょんしてもそんなダメージ入らないんで、もうこれが無難かな。やっぱこれが無難だわ。 OK、 いいんじゃない。でザクが出てきたらもう一気に叩く感じで倒せばいいんじゃないの。いや出る前に倒す。一応出してはいるけども、はい、そうですね、終盤の、通常ステージではものすごく使いやすい。ぴょん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 しとるだけで大体勝てるので終盤はいい感じ。でも序盤がねちょっと苦戦したかな。特に、あ、そうか、俺は1回の報酬で、羽を取ったので、1回報酬でパワーシェイカー取っていけば、そんなに苦戦はしないのかな。はい、まあ、とりあえず終盤はなかなかいい感じでした。今回のウィンドボーですね、バーストボーストリングとクールダウンショットがついてますので羽ぴょんができます。はい、では報酬を見て終わりますね。どうだ、いまいちかな。何がつく。3だったらよかったね。緑はソウルフォー、まあ装備のユニークスキルからすると向いてるんだろうね。輝くはまあいらないな。まあ緑のローブ取っときましょうか。はい、ということで今日はコメントありがとうございました。ウィンドボーとあと虚無と森の矢筒でビーハイブアーマーを使ってみました。まあ最終的にはちょっと装備変えちゃったんですけども、途中まで結構いい感じでした。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。